いつもお世話になりますリサクの動画の時間がやってまいりました。本日ご紹介させていただくのはハイコープさんの新商品 305mm のコードレス卓上スライドバルの子になります。ついに待望の商品が発売開始になりました。こちらの商品、まだ実物は届いていないので、届き次第別途動画でご紹介させていただきます。商品が一応単品カタログの方は届いておりまして、このような商品になります。 305mm のコードレス、新機能搭載で快適に切断、コードから解放、切断速度も粘りもアップということで新登場になります。このカタログだけ見ていただくと、この部分ですね、牧田さんと同じような形で手元で操作できる形で変わったのと、あと何よりも今回のモデル一応 305mm でスライドするっていうのがポイントの肝になってくるのかなと思いますので、そちらも詳しくご紹介させていただきます。はい、じゃあこちら単品カタログの裏面になるんですが、何よりも今回こちらも木材、切断していただくこともできますし、そのためにスライド機能っていうのも追加されているんですが、あと別途アルミサッシの切断もしていただくことができます。なぜ今回スライド丸の子でアルミサッシの切断ができるのか、やはりこうスライドになってくると精度を求めるっていうのもあり、高速回転になってしまうところ、アルミとか使った場合、そういった場合は高速回転で弾いてしまうところが、今回ハイコープさんすごい機能が搭載されました。それがこちらですね、トルクブーストテクノロジー。こちらの方が今回最初は高速で切断されるのですが、もし高負荷がかかった時、自動で高トルクモードに切り替わってくれるという機能がついておりまして、こちらの機能によってアルミサッシの方も自動で高トルクになって切断していただくことができるので、今回こちらを見ていただくと自動切り替えの、モードで約120カットほどしていただくことができるモデルになっております。で、こちらの方がモデルとしまして、直角切りで100、高さ107、幅 312mm 切断可能でして、当て板をしていただいた場合は高さ120、幅 260mm まで切断していただくことができます。はい、じゃあこちらの商品になるんですが、追随して 100V のモデルも登場する予定になります。実物が入ってきたらまた動画の方をご紹介させていただきますので、また次回の動画お楽しみに。以上となります。